ほーい。こんにちは、皆さん。お昼はどうお過ごしでしょうか？お昼なので仕事ができそうな女っぽく眼鏡です。キラン。みんなご飯何食べた？何食べましたか？いけてる。ふん。こんにちは、なっちゃん。コロッケ TKG、いいね。次の配信枠はですね、この配信は13時5分、13時5分までです。やばい、13時5分ってなんか一番気抜いてしまう時間やわ。みんなちょっと私が時間を忘れかけとったら教えて。これレンズ入ってないの。いいわ、さわさん結婚してギフトありがとうございます。めっちゃお腹鳴った。私はね、お昼ご飯に中華を食べました。え、ホタテラーメンって何それ。美味しそう、美味しそすぎるんだけど。こんにちは。今のはさすがにみんなにさ、めっちゃ聞こえたよね。すっごい聞こえたよね。さすがにめっちゃ聞こえたよね。次が15時40分からとなります。こんばんは。ね、めっちゃ眼鏡がこうガタガタなるんだけど、自分に合ったあれじゃないけんか。私さ、今日さ、なんか中華料理みたいなとこのお弁当でさ、中華料理みたいなお弁当のところでさ めっちゃ天津飯みたいなさ、フォルムのものがあったんよね。こんにちは。めっちゃね、めっちゃ天津飯みたいな、あ、神はポイントに入ります。めっちゃ天津飯みたいなフォルムの食べ物があったマナで、私はそれ食べたいと思って買ったマナ。そしてね、さっき食べたマナ、そしたらさ、全部卵だったマナ。これはなんて料理なんだマナ、何マナ、どういうことマナ、これは何という料理なんだマナ。皆さん、神ありがとうございます。神募集中です。
おにょにょ。あ、カニ玉？カニ玉ってさ、中にご飯入ってないの？今まで食べたことなさすぎて。でも確かに商品名なんかレシート見たらそうやったわ。ふんわりカニ玉みたいな。すっごい今お腹が鳴ってる。ふんわりカニ玉みたいなやったかもしれない。カニ玉だ、私が食べたやつ。まんまんまん。ああ待って、なんか大変なことになっちゃった。次の配信が3時40分。3時40分です。15時40分、ちょっと空きますね。ちょっと時間が空くので油断をせずって感じです。カズノリさん、ハートだけさん、ありがとうございます。天津飯、ちょっと私の代わりに食べて。マルトモちゃん、レインボースター、ありがとうございます。私のおぼとうどう。カズノリさん、まさぴょーん、くまちゃん、そうやな、もぐもぐタイムやな。おやつタイム、まあ、な。おやつタイムはにゃ。こんばんは。こんばんは。と今日はこのメガネより、このメガネより、このメガネの方が似合うけど、あの目がちっちゃくなるんです。待って、え、何それ。天津飯、なっちゃんが食べたら天使ご飯だって、ちょっと面白い。面白いわ。それでいいのだ。そう、度がしっかり。結構さ、私どう、いい方なのにさ、しっかりさ、あの目ちっちゃくなるよね。なんででしょう、なんででしょうか。私が眼鏡をかけたら天津飯ってこと。え、なんかさ、ドラゴンボールにおらん、天津飯みたいな名前の人おらんっけ。おるよね。ドラゴンボールって美味しい食材の名前、なんか野菜のなんか名前みたいなの聞いたことある。ねえ、何それ、3つ目のハゲです。待って、あのなんかさ、あの頭にさ、スキンヘッドでさ、スキン、え、ほんとや、スーパーサイヤ人って、サイヤってさ、ホッ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 ってしたらさ、野菜やん。そういうこと？やば、今めっちゃ感動してるよ私。こう見えて今めちゃめちゃ感動してます。え？
やば、私もサイヤ人だよ今日。だって緑だもん。え、違うっけ、スーパーサイヤ人って緑じゃない？え、なんかこの前髪も良くないとか良くないわ、なんか。鬼薄前髪、なんか前髪虫で取られた人みたいな。こんなに、え、そういうこと、ね、フリーザ様ってさ、今思えば冷蔵庫やん。冷蔵庫に野菜ってこと？そういうことですかい？そういうことですたい？え、そういうことなん？ドラゴンボールってさ、野菜たちの戦いなん？え、お兄ちゃんの名前クーラーとかなん？めちゃめちゃ家電大好き芸人やん。サイヤ人は月を見ると大猿になるから実質夏木ってどういうこと夏木を見てるってこと、それとも私がサイヤ人ってことこんばんは。うん、18時代が3週枠だけど20代が3週枠の方がいい気がしてきたけど、どうなのかね。今日はこのまんま行く、今日はこのままのタイムテーブルで行く。で、明日のタイムテーブルを今日の配信スケジュールベースで、その20時台3週枠のにしようかなって思ってます。よろしくお願いします。車とランチとか行きたいね。え？ほんまにそれ。ブルマ、なんかブルマってキャラクターおるよな。その息子の名前がトランクス。面白いな。面白いな。え、一番ドラゴンボールでなんか。チンな名前ってなんなん、チンな珍しい名前ってなんなの。父親はブリーフ博士って、待ってなんかもう大喜利やん、ほぼ。え、あれじゃない、背中に亀の甲羅ついとるの、あの亀仙人じゃない。そこはさ、シンプルなのねって思うよね。亀仙人なんだって。餃子でちゃおうず。アイリさん、こんにちは。おもろ。でも意外となんかさ、言われてみんにゃ分からんかもしれん。ね、ちっちゃい頃こう普通に見よって、大人になって、あれ？結びついてるってなるんやろうな。おもろいな。おもろいな。今日はこのままの、今日はこのまんまのタイムテーブルでいきます。誰かあの文字で伝えてあげてほしい。え、みんなあの私が今言ってることをあの伝えてほしい。無音で聞いてるよって方に。今日の配信はもう決まったタイムスケジュールでやって、明日その変わったタイムスケジュールでやりたいな。
ゆずはちゃん、はじめまして。はじめまして、どうも。待って、私なんかさ、なんか今日なんかのキャラクターに似てると思ったらさ、キッコロじゃん。ねえ、めっちゃキッコロ。私キッコロなのかもしれない。キッコロってこんな感じなんよ、素材が。キッコロ、愛地球博のやつ、森蔵とキッコロ。ピッコロでもあるの？これピッコロでもあるの？こんにちは。今日あったかい、すっごい。このお弁当買いに行っただけでも、もうこれだけでいけた。これだけで。初訪問の方、初訪問ありがとうございます。はじめまして。最近そう、なんか産毛の成長が激しくて。キッコロってスーモやんって。いや、多分スーモよりキッコロの方が先に生まれとるよ多分。私ほんまにキッコロ大好き。キッコロが大好きすぎる。小さい頃持っとったキッコロはどこに行ったんだろう。おしゃんな買い出し服って。本当におしゃんですか。 H&M で買いました。上下どっちも H&M です。あ、すごい。ソファーで配信するとどんな服を着ているかが分かる。そしてこうやって腹筋を鍛えながら配信することができる。こんにちは。ダメだ、私本当に腹筋がない。なんか本当に、なんか昨日のロケで本当にちゃんと腹筋を毎日最低5回でもしなくちゃなって思った。そう思ったの。じゃないと私もう将来が心配になった。昨日のロケ本当にすごい、将来が心配になったの。でもそれを私全然気づいてなかったの。自覚がなかったの。思ってたよりリラックス。アック先生さん、そう、お昼休憩ちょっとご飯食べて お腹が満たされ始めた。あー待って、ごめん、大きい声出た。そう、頭がボンバー。あ、その分け目いいと思います。すごいよね、めっちゃ綺麗に分かれてるよね。危ない。ありがとうございます。皆さん8位になりました。このままいい感じに順位を上げていきたいです。腹筋する座椅子みたいなやつでやればできる。倒れながら腹筋ワンダー怖ーやろ。え、でもね、私あれね、あれやったことあるけどね、なんかね、腹筋が鍛わっとんかがわからん。私多分背筋が強すぎてワンダーコア使っちゃうと、ワンダーコアって起こしてくれるさ、あれあるじゃん、寝からさ起こしてくれる、その力をなんか背筋でオーンってなんか使って起きとる感じがして、なんか腹筋は鍛わってはないんじゃないかなって思った。鍛わってないってちょっとあれ。そう。Oh my god。君と染める色。ほら1 2 3 4 5 6 7。そんなに
そう背筋力あるん、ね、背中に鬼やドットと私がこうやってムキってやったらもうムキ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 ってムキ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 ってなる。ムキ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 。こんにちは。なあ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 な。なっちゃん水泳やってたし意外に背筋ありそうなのに。いや違うんよ、私背筋が最強すぎるんよ。私あの全ての筋力が背中についてんの背中がバッキバキなんです。ありがとうございます。3週プラス50になっちゃうから待って、私ずっとてオーマイオーマイか、嘘でしょ。私配信楽しすぎると何かを忘れちゃう。次は7位を目指して皆さんよろしくお願いいたします。はじめまして。そう、なっちゃんの泳ぐとこ見たことないが走る姿好きやで。え、私さフォームかっこいいのかな。私走るフォームいい。私背筋がバキバキのバキでも最近さ水泳したいんだけど、水泳施設作って、誰か私のために水泳施設を作ってよ。私しか泳げん、私のためのプールを建設してくれ。天下海さんレインボースターありがとうございます。月影さんファイトありがとう。え、どんなプールがいいんだねって。なんだっけプールって、なんだっけ150メートルだっけ、150メートルプールの4列のプールで、あのウォータースライダーつけてほしい。で、あの人肌ぐらいのあったかさの温水プールがいい。あれ違うっけ、あれ150メートルじゃないっけ、あれ150メートルって超長い、あれ15メートル、ええプールって1往復ないっけ。あ、やばいやばい貧しいシルクロードやないかも。それは25メートル、25メートルプールだ。25メートルです。25メートルプール、25メートルプール4列の25メートル。スーパー銭湯じゃダメって。あ、私専用スーパー銭湯ならサウナ完備で。あ、学校は 25? じゃあスイミングスクールとかって違うの。学校が25か。あ、あんぐらいがいい、あんぐらいがいい、あんぐらいがいい。室内がいいな。なっちゃんうちの庭にあるジガプール貸そうか。
自家プールっていう言葉も初めて聞いたし、かっこ嘘って書いてある自家プールは言わんじゃろウルトラセブンさん、僕イケメンですって、何私がなんかイケメン好きみたいな、なんかこんばんは、温水がいい、温水プールって最高で、なんかね、私がねちょっとねスイミングスクールに行ってて、すっごい私スイミングスクール大好きだったの。でも嫌な、なんかちょっとあーんって思う点が、あの着替えの時寒い&あの冬水冷たっていう、その2つがちょっとなんか水泳は楽しいのに大変だなって思うところだったから、そこ解決されたら私もう一生もうプールで泳いでるかも、ずーっと泳いで、多分睡眠の質を良くしたいね。めっちゃ今私ベッド周りの環境をさ超整えたくてさ、なんかさいいさいいマットレス知りません？なんかお手頃でいいよっていうマットレスあったら教えて、あと枕も教えてほしい。ケイさんこんにちは、はじめまして、甘えてんじゃないよ。そう、え待って、私さそうなんかもしれん、私ちっちゃい頃さずっとプールでさプール泳いどったけんさ、髪がこんなに強くなったんかも。プールってさ、まあ多少なりとも絶対に塩素がさ入ってるはずじゃん。まあ多少なりともっていうか多分めっちゃ入ってると思うんよ、水を清潔にするために。えそうだと思う、私ずっとプールやってたから、なんかこう塩素に負けない髪作りを多分なんか自分の細胞たちがしてこの強さになったんだ。絶対そう、待ってこれすっごい今すごい大発明なんだけど、絶対それだ、ちょっと今度メイクさんに 言うわこう絶対それだ、テンピュールなら間違いない。あめっちゃよく聞くやつや。ジンジンさん、神ふーちゃんさん、だるまありがとう、みつたゆきのりさん、はじめまして、ティティリー、プールで髪強くない、えそうかもしれん、あたいもそうかもしれんって方も、え絶対そうじゃん、絶対そう、今から塩素に負けない髪作りしてくる頭に塩素直掛けは絶対ダメよ。プールスイミングスクールに通って健康も共に良くなってください。えなんかすごい、なんかまだずっと話していたいが、もうすぐ5分なんだよね、もうすぐ5分ってかもう5分じゃんほぼ誕生日ます。13位ウニありがとう。12位奥行きさんありがとうございます。11位秋吉さんありがとうございます。10位しげさんありがとうございます。9位イルカさんありがとうございます。8位ジドクさんありがとうございます。7位カズノリさんありがとうございます。6位フーちゃんありがとうございます。5位リチャさんありがとうございます。4位テルポヨさんありがとうございます。3位マサピョンありがとうございます。2位電化会さんありがとうございます。そして第1位マルトモちゃんありがとうございます。じゃあ皆さん次枠は15時40分、3時40分からです。3時40分からです。皆さんよろしくお願いします。昨日のねタワーのお礼夜にさせていただきますんで、皆さんまた夜見に来てね。次の愛人も見に来てください。次は15時40分です。お待ちしております。やった、次は7位目指して頑張るぞ。ではまたねー。